まあ、本人は第1打席に内野安打でみたいな、ね、ことを言ってましたけどね。まあやはりねボールをしっかり上から叩けるという形ができるといいですね。うまくバットを先だ。いやこういうバッティングができます。追い込まれた後ですがちょっとこう投げ出すような感じでバットの先で持っていきました。復帰第1打席でヒットです。いわゆる豪快にというわけじゃありませんでしたが、そうでしたね。まあ、外の変化球ですけどね、まあ、泳ぎながらもうまくバットをやはりこう落ちてきましたね。ミートすることができましたね。早速ヒットが出てもう元気者全開という感じですが、ノーアウトランナー一塁です。